今回はですね人間や社会や歴史というものを理解するための手順やその方法についてディルダイ先生から教えてもらいますはいビルヘルム・ディルダイ先生はドイツの哲学者心理学者ですねこの地の巨人はカール・ヤスパースマルティン・ハイデッガーエトムント・フッサールハンス・ゲオルグ・ガダマーュルゲン・ハーバーマスなどなどの大勢の著名な学者に影響を与えた方っていうんですね それでは早速ですが今回は、性、共同体、性の理解、体系、その他の話をさせていただきます。まず性についてです。ディルタイ先生が性と捉えていたものはめちゃめちゃでかいんですよ。我々の生活や体験に登場してくる一切のものの相対であって、人類の一切を包み込んでいる関連であるとされてたんですね。つまり、人間も、その社会も、歴史も、 法律も、そんなものすべて含んだものが性だったんですよ。先生にとって、この性を理解するための学問が精神科学だったんですけど、精神科学のなすべき第一の任務は、果てしなく広がっている人間的、歴史的、社会的な外的現実を、これを生み出した精神的な生き生きしたものに生かし返すことであると考えられていました。そのことでしか性を理解することはできないと考えていたんですね。 つまり、性を理解するためには、その性を実際に生きなければならないということなんですよ。ということで、ディルタイ先生の性というものは、潜在的にも潜在的にも、とてつもない情報量を持っているっていうことなんですよね。その性の現れの一つが共同性だって言われるんですよ。その共同性や共同的なものを先生は、客観的精神とも表現されるんですね。 客観的精神の領域といえば、要するに生活の様式であるとか、あるいは交際の様式とか、さらには社会が作り上げた諸目的の諸関連。例えば、道徳、法律、国家、宗教、芸術、学問、哲学というようなものを含んだ領域であるっていうことなんですね。先生はですね、そのことをプロイセン国王であり、ドイツ統一の中心人物であった、鉄血最初、ビスマルクを例に挙げて説明するんですよ。 彼自身、国家、宗教、法制というような共同性の交差点であるとともに、歴史的人物としてこれら共同性によって誰にも増して規定され、動かされ、そしてまたこれらを動かす力でもあったっていうんですね。つまり、先生は、性と人間の相互連関の関係を強調されてるんですよ。それでは次に、その性をどのようにして理解していったらいいのかの話になります。 理解は体験を前提とし、体験は理解が体験の狭さと主観性から全体的なもの、普遍的なものの領域へ解放されることによって初めて生活経験となる。さらに個々の人物の理解が完全なものとなるためには、体系的知識が必要とされることとともに、他方において体系的知識は個々の統一的性の生き生きとした把握に依存している、と言われるんですね。 それでは次に、性の理解に必要な統一的性の生き生きした把握に依存している体系的知識とはいかなるものなんでしょうか。先生はこのように考えていました。それ自体で閉鎖的な形式的な秩序原理であるって思われてたんですね。その体系を捉えようとするならば、性を体系から捉えるのではなく、性そのものの分析からそれに迫るのであるとも言われてたんですよ。 そしてですね、その迫り方なんですけど、先生はですね、こう言うんですよ。外から内への理解の歩みを進ませる一つの契機として、うんぬんって言われまして、表面的なものから内部の奥深いところに迫っていこうとするんですね。言い換えると、潜っていく、ダイブしていくとも言えるんですが、その先がですね、構造なんですね。 構造ということが、それら部分や区域を全体の中に位置せしめる構成的原理なのである。そしてまたこの構造という構成原理が、また性の構成的原理そのものでもあるって言われるんですよ。いつも構造というものが存在している。そして、その枠内において性そのものが、全体のその部分へのある一定の関係に従って組織されているのである。 構造というのは性そのものの構成原理なのであるって言われるんですね。そして先生は構造をこのようにも考えていたんですよ。構造を一種の規則性と解したって言うんですね。規則性は全体における諸部分という関係のうちに成立する。構造は諸々の心的過程の交代のさなかにおいて、また心的清楚の平存や心的体験の継続や偶然性のさなかにおいて、 心的清楚の平存というのは心を形作る各要素の共存のことですね。心的関連の個々の部分をお互いに関係づけるような諸関係の相対のことである。心理構造とは一つの配列、つまり規則正しく結合されるところの一つの配列なのであるって言われるんですよ。つまり私たちの心理的活動というのは構造を持っていてしかも規則性のある 各要素の相互連関によるって言ってるんですね。その各要素の相互連関のことを先生は作用関連と呼んでこのように言われてます。作用関連の知識が成立し得るために必要な手続きは、事実や因果項を確定する機能、この機能に基づいて因果関連を結びつける相互、個別的作用関連を抽出する分析および比較の方法なのであるって言われるんですね。 つまりですね、性を理解するためには、性の作用関連を理解しないといけないんですね。そのための方法の一つが分析でしたね。分析というものは、全体の関連をバラバラにするためになされるのではなく、むしろ構造的要素の全体へのつながりを明らかにすることを目的としてなされるのでなくてはならない。 分析によって分かち出された概念が妥当性を持つのは、それを含んでいる性の関連の意識がいつもそれと結びついている場合に限るのであるって言われるんですね。つまり、ある要素がある概念が他の要素と分断されててはいけないって言ってるんですね。性という大構造体と一体になってなくてはいけないって言うんですね。 関連の構成は、やはり何としても普遍的な真理による一般化、統一化が必要であり、そしてこの普遍的な真理を発見するためには、具体的な全体的な作用関連を個別的な関連に分解するその分析が最も有効な方法なのである。 精神科学における分析と総合は要素を要素として捉えるのではなく、あくまでも全体関連における部分の位置の意義を捉えることにあるって言われるんですね。それでは今一度総合についてです。生活するということと意識するということとの統一、理論と実践との統一、しかもその統一から体験された作用関連が意味関連としての理解において自己を表現すること、 これが大事だって言ってるんですね。そしてもう一つ先生が重要視していたのが概念化です。一つの時代、一つの運動、個々の人物のそれぞれの固有の本質を表現するような概念を構成することである。そしてこのような概念にして初めて性の関連そのものを表現する、まさにその関連を構成するものとなるのであるって言われてました。それでは最後に、性の理解というものは、 当然ながら私たち自身の理解でもあったんですよ。我々のうちにおいて想像的にしかもそれぞれに理由を持って自主的に動いているこの精神世界の中でのみ、性は自らの価値を、自らの目的を、そして自らの意味を持つのであるって言われてたんですね。いやー、さすがディルタイ先生って思うんですがどうなんでしょう。ということで今回は。 生徒はすなわち我なり性の理解の手順と方法の話でしたありがとうございましたそれではまた次回でお会いしましょうさようなら